人間、居住、環境と科学技術をテーマに、1985年に茨城県の筑波研究学園都市で開かれる国際科学技術博覧会。その理解を深めてもらおうと、科学技術博フェアが4月12日東京銀座で開かれました。テープカットの後、コンパニオンから花束を受ける中川科学技術庁長官。この後行われたステージイベント、博士タワーエクスポ85では、早速中川長官が挑戦。しかし1回目はあえなく失敗。3回目でやっとマスコットマークが飛び出しました。人類のあるべき姿を求め、科学技術の新しい方向を探求する国際科学技術博。私たち一人一人の手で、その理解の輪を広げ、成功させたいものです。